フロント役員は、日本の競争馬、繁殖品馬、優秀品馬、秋華賞に参戦するなど、重賞でも高想したが勝利できず、高級、条件戦から、品馬限定の重賞にかけて7回連続で2着や3着を、記録。6歳になった2019年、重賞15度目の出走となった、中山品馬ステークスで、三浦厚生が帰場し、 重症初勝利を達成した。出走した30回のうち10回2着、うち重賞で6回2着となっており、シルバーコレクターと呼ばれた。場名の由来は、最先端女王。2013年4月23日、林幸樹牧場にて誕生。生産した牧場の代表である、林幸樹は、怪我や病気とは無縁の、健康な馬で、 印象が薄いくらいの牧場時代を過ごした馬であること4月23日の遅う生まれで小さかったんだけど大きな馬に負けじと食らいついて走っていました夏に昼夜放牧すると運動量が増えて痛がったりするんだけどこの馬は順調にクリアして少しずつ体が増えてきたと牧場時代を評価している三協フロンテアの取締役会長 長妻和夫が設立した三協ファームが馬を見に、牧場に訪問、一目見て購入を決め、三協ファーム所有の競争馬としてデビューすることとなった。美穂トレーニングセンターの国枝久市長教師のもとに預けられた。8月23日、新潟競馬場の新馬戦に吉田隼人を安城に起用し出走したが7着、その後中山競馬場の未勝利戦でも7着に敗れた。 11月14日、エビダマッサイヨシに乗り換わり、東京競馬場の未勝利戦に出走。今回は距離を200メートル延長し、芝1800メートルのレースに初めて参戦、単勝オッズ13.7倍の6番人気に押された。レースでは、後方9番手から最後の直線に侵入、上がり3ハロンが出走メンバー中最速の33.8秒の末足で追い上げた。 しかし、最後の直線を5番手から前に抜け出した、大和ドレッサーに3、4馬身振り切られて、2着敗退となった。12月6日、中山競馬場の未勝利戦に出走。単勝オッズ7.6倍の4番人気の指示を集めた。先行し5番手の位置で最後の直線に侵入、逃げる3番人気で、井上都市機器場のルーレットクイーンを捉えて、 戦闘となり、後方から横山のりひ騎乗の一番人気ジェラシーと、共に並んで追い込んできた、トミーベリー騎乗の二番人気グリントオブライトを一馬身、一、四振り切って初勝利を挙げた。1月16日、中山競馬場の名の花賞に、格上挑戦で出走し、優勝した、エクラミレネールに一、二馬身及ばずの二着。騎乗したエビナは、サス、 形の競馬ができるようになってきました。もう少し落ち着きが出ればもう一段ギアが上がると思います。距離が伸びてもいいと思いますし今後も楽しみですと振り返った。続いて登録時12頭中9頭に絞り込むし抽選を突破してクイーンカップに出走重賞初挑戦となった。単勝オッズ三点七倍の七番人気の指示を受けて発送。 序盤から花を奪い逃げて、レースを進めた単勝オッズ1.3倍の1番、人気メジャーエンブレムが、後方を寄せ付けず大きく、差を広げて入着する中、最後の直線9番手から追い込み5馬審査の2着を確保した。起乗したエビナは、頑張ったと思います。少しずつ学習してくれています。もう少し入れ込まず、どしっと構えられればもっと良くなります。 賞金を加算できましたし、よかったです。ゲートがうまくなくて、位置を取りに行かないといけない中山より、東京の方が良さそうですと解雇した。4月24日、優秀品馬の優先出走権が得られる、トライアル競争を、フローラステークスに出走したが、優勝したチェッキーのから0.6秒遅れた4着となり、優先出走権を獲得できなかった。 優先出走権を獲得できなかったものの、賞金順上位で出走可能となり、5月22日の優秀品馬に出走、単勝オッズ41.8倍の12番人気の評価となった。スタートから前に行かず、15番手で後方待機を選択、第3コーナーから徐々に位置を上げ、最後の直線11番手から追い込んだが、さらに後方から追い込んだ。 シンハライトやチェッキーのらに交わされた6着となった。オークス後は夏を休養にあて、9月10日、週華賞の優先出走権が得られるトライアル競争、シオンステークスに出走。スタート後5番手でレースを進めたが、第3コーナーで前方が急激に狭くなる不利を受けて、後退し8番手で最後の直線に侵入した。最後の直線では、ババの外側に持ち出して追い込み、花差で、 芝山雄一騎乗のパーシーズベストを退けて3着、週刊賞の優先出走権を獲得した。優先出走権を行使し、望んだ10月16日の週刊賞では、広報待機から追い込みを図ったが伸びず14着敗退となった。その後、自己条件に戻り、東京競馬場のユートピアステークスに出走したが9着となり、以降年内休養となった。2月4日、 東京競馬場の初音ステークスから、指導、安城は、エビダマサヨシから北村博ロに乗り換わり、前日に東京競馬場に輸送し臨んだ。最後の直線8番手からバグンを塗って抜け出し、ワンブレスアウェイを一馬身4分の1離して一着。再び、オープンクラスへ帰り咲きを果たした。その後、3月12日の中山品馬ステークスで、連勝を狙うも、 一着の当選ビクトリーから0.3秒、遅れた八着敗退となった。4月22日、レース前日に福島競馬場に輸送して、福島品馬ステークスに出走。単勝オッズ8.0倍の4番人気に支持された。先行し最後の直線では7番手から逃げるクロコスミアや、早めに先頭に立った電光暗示を捉えて先頭に進出した。しかし、 ガバの一番外側から追い込んできた浮世の風にゴール寸前で首先はされた2着となった。起乗した北村は返し馬からゲートまでいい感じで落ち着いていけました。結構タイトでしたがよく踏ん張って3着馬との争いはしのいでくれたのですがよく走ってくれましたと解雇した。5月14日3度目の GI 挑戦となるビクトリアマイルに出走。 前回と同様に前日に東京競馬場に輸送して臨んだ。単勝オッズ89.2倍の12番人気で発送。序盤から後方待機を選択し、最終コーナーは14番手から直線に侵入。上がりサンハロンは出走メンバー仲裁速隊の33.2秒で追い込んだものの、優勝したアドマイアリードに0.6秒遅れた発着となった。 その後再びオープンから高級。長期の休養を挟んだ9月2日、長岡ステークスで復帰、優勝した番ゴールに0.2秒かなわず3着となった。9月30日、中山競馬場の秋風ステークスに田中勝春に乗り換わって出走。最後の直線で7番手から進出、4番手から先頭に抜け出したジュールポレールをトライにかかったが、首差及ばず2着となった。 起乗した田中勝春は自身のブログにてスタートはポンという感じではなかったけれどもかなりゆったりした流れの中でしっかり足を溜められたしその分最後はすごい足を使って外から刺してきてくれたと振り返り勝ったジュールポレールとは一取りの差はあったと分析した11月18日東京競馬場のユートピアステークスは北村博史に再び乗り換わり 単勝一番人気で出走するも、レッドアバンセに4分の3馬身を呼ばない2着となる。12月16日、格上挑戦で、ターコイズステークスに出走。最後の直線でバグンの後方から、縫って先頭に抜け出したが、共にバグンを縫って上がり、前方が開け次第鋭く伸びた、ミスパンテールに先頭を譲り、タイム差なし首差の2着となった。3月10日、前年と同様に、 中山頻馬ステークスに出走。単勝オッズ5.5倍の2番人気の支持を得た。レースでは、スタート直後から3番手の位置で進行。川北円下に0.1秒差の2着となった。7月29日、初めて札幌競馬場での出走となるクイーンステークス案城には、2016年11月19日以来の海老名正義が起用された。 ディアドラに0.5秒差離された2着となった。10月13日、府中品バステークスに出走。ディアドラと0.1秒差の3着となった。11月11日、エリザベス上杯に出走。勝ったリスグラ州に0.6秒離されて7着。続いて12月13日、2年連続で出走したターコイズステークスでは、 オイシン・マーフィーに乗り換わり参戦するが4着に終わった。3月9日、3年連続となる、中山頻馬ステークスに出走。起乗予定の北村博士が3月2日に落馬、頭部座章、意識障害、右側頭骨陥没骨折となったために、起乗できなくなり、三浦厚生に乗り換わって参戦した。スタートから、馬群の中断に、五点六番手から第三コーナーと、 最終コーナーの中間で、手綱が動き進出。最後の直線では、ババの外側から伸びた。早めに先頭に立ち粘り込みを図る石橋を治む、騎乗のフローレスマジックを外から捉えて抜け出し、さらに外から追い込んできたフィリップ・ミナリック騎乗のウラヌスチャームを花差しりぞけて一着。重賞初勝利を記録した。騎乗した三浦高生にとって、 この勝利が JRA 通算700勝目となった。三浦は区切りの700勝が近づいていたので朝からずっと勝ちたい気持ちでした。ペースが速いのは想定内でした。うまく走ってくれて追い出しを我慢することができました。その我慢が勝ちにつながったのだと思います。貧馬の上位の馬とはそれほど大きな力の差はないと思います。 GI でもいいレースができる馬だと思いますと解雇した。5月12日のビクトリアマイルで連勝を狙うも、15着に沈み、続いて7月28日のクイーンステークスでも7着と、敗れた。10月14日、府中品馬ステークスに参戦、三浦厚生から津村秋秀に乗り換わった。単勝オッズ23.6倍の9番人気での、出走。 最後の直線6番手から先に抜け出したラッキーライラックと並び外側からかわしたもののさらにその外から追い込んできたスカーレットカラーに差し切られて一馬身1、4差の2着、重賞6度目の2着となった。その後11月10日のエリザベス上杯で10着、12月14日、ターコイズステークスで9着に敗退した。このレースをもって 引退12月19日に競争場登録を抹消した。生産された林高期牧場にて繁殖品場として繋ぎをされることとなった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。出走した30回のうち10回2着となっており、そのうち重賞で6回2着となっていることからシルバーコレクターと呼ばれた。 東京スポーツは4戦連続2着であった2018年のクイーンステークス出走前の記事では同年4戦前の秋風ステークスで勝利したジュールポレールがその後ビクトリアマイル優勝3戦前のユートピアステークスで勝利したレッドアバンセがジュールポレールと同じビクトリアマイルで3着2戦前のターコイズステークスで勝利したミスパンテールが 同じビクトリアマイルで5着となったため、相手が悪かったと見解を示した。ありがとうございます。